はい、どうも、どうもどうもどうも。ですね、いろいろございまして、異国感たっぷりでお届けしたいと思います。はい。ただいまカフェにおりましてね。カフェこっちの時間で、夜8時半ですね、そろそろね。なんで、奥の方に女子高生グループがおりまして、時々おしゃべり入るかと思いますが、そこはご容赦ください、ね、ちょっと、はい。いやー、しかしね、雨なんですよ。まあ、すごい雨降ってんですよ。緊急待機で今ここにおります、はい。隣で三谷君もね、いらっしゃってますんで。そうなんです、実はいます。はい、隣でおりますので、はい、こんな感じでお届けしたいなと思います。コーヒーを飲みながら喋ってます。はい、ガチカフェです。はい、ずっと降ってるカフェですか？ずっと降ってます、本当に。ご飯食べに来たんですけどね、3時間ぐらい前、もうもっと前か、もう今日 ほぼほぼ降ってた感じで。午前中から降ってましたね。はい、断続的にだったんですよ、午前中は。でももう午後はほとんどずっと降ってて、ね、今こちら側の部屋にちびっこ入ってきましたんで、ハプニングはご容赦ください。いやいや、いいですね。はい、これもアジアって感じがしますね。はい、はい、なんで本編中は、今風船が割れました。はい、銃撃ではございません。大丈夫です。そうか、まだ現地は8時半ですかね。はい、8時半です。こんな感じでいきますけど、本編中はなるべくミュートにします。喋る時だけ音声出しますんで、よろしくお願いいたします。8時半ですね。はい、そうです。はい、日本はね、夜10時30分ということで、はい、そろそろお時間ですから、はい、コールさせていただきたいなと思います。はい、います。ベトナムからフライデーナイトフットリコ。トリコです。こんばんは。こんばんは。はい、フットリコは毎週月曜22時、金曜22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなど、マリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方まで、マリサポみんなで楽しめる番組を目指しております。はい、はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。アキラ君、お願いします。新茶を1週間、いや2週間越しのベトナムです。サスライのサポーター、アキラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい簡略化したな。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、パンダさん、お願いします。はい、準備が終わってなくてバタついております。トリコパンダです。よろしくお願いします。申し訳ありません。よろしくお願いします。はい、以上の3名でお送りします。いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やテレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ FOOTRICO でお願いします。はい、2つ目、お願いします。2つ目は、マリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。アプリの下の方にある四角から矢印が出ているボタンですね。左から2番目かな。はい、これを押すと、ツイートで、ツイッターでつぶやけたり、クラブハウスの中でお友達に教えてあげたりすることができますので、もしよかったらお願いします。お願いします。はい、最後にフットリコのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくとフットリコについての通知がいくようになりますので、ぜひお願いいたします。メンバーになるやり方はアプリ上部にある大文字でフットリコ、緑色のお家のマークですね。はい、ここを押してください。はい、ここで、ジョインクラブというボタンが多分出ている方はまだメンバーになれてないので、メンバーになっていただくと嬉しいです。はい、はい、現在フットリコの、メンバー数は437名です。お、増えてる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、という感じです。はい、以上ですね。はい、はい、ち
といろいろパタパタしてますけど、はい、バタバタしております。はい、はいはい、じゃあそのままトピックの方に移りましょうかね。はいはい、はい、あで、ちょっと1点だけ、告知をさせていただいて、はいはいはい、本日の告知をさせていただいておりましたが、はい、あきらくんと三谷くんのレポートは行われるんですけれども、はい、ベトナム在住者の方の、視点のシエルドマリノスというコーナーについては、月曜日にお送りしたいと思います。はい、すいません、はい、ちょっともろもろの事情でございまして、はい、ご了承ください。はい、それでは一つ目のトピックに行きたいと思います。一つ目は ACL 第5節までの振り返りになります。はい、はい、2回お休みしてる間に4試合やったってことですね。4試合もやったんですね。2回も休んだっけ、そういえば。そうだよ、そうなんですよ。そうですね、はい、近月かな。そうですね、あっという間に4試合流れていった。はい、はい、まあ、皆さんももちろん結果ご存知だと思いますが、まあ、それぞれの試合について、はい、まあ、結果等を簡単にご紹介していきたいと思います。はい、まずは第2節の、チョンブク戦ですね。チョンブク、はい、戦は、0対1の敗戦となりました。はい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 、はい、前半31分にイルチェンコ選手のゴールとなりました。はいはい、この試合はまあ負けましたって感じですね。はい、うん、ダゾンの解説が、まあ、水沼貴さんだったんですけども、結構ね厳しい指摘が多くて、若干ざわつきましたけど、まあ、はい、そういう状態、まあ、実際に、ね、ちょっとなかなかマリノスの良さが発揮できない試合になったかなという感じでしたね。はい、はい、で、その次ですね、第3節シドニー FC 戦は1対0で勝利いたしました。はい、うん、劇的な勝利でしたね、うんうんうん、角田君の、そうでしたね、押し込んだ、はい、ゴールでした。はい、はい、で、その次が、第4節シドニー FC 戦が3対0での勝利になりました。はい、はい、ここからだいぶねマリノスの、調子を取り戻してきて、まあ、らしさが出てきたのかなと思っています。はい、得点経過でいうと前半6分サネト選手、前半11分石村選手、ルーレットですね、うん、はい、後半87分アンデルソン選手という、まあ、3点でした。はい、はい、ここそうですよね、多分なんですか、分かれ目というかキーポイントになったのかなという試合かなと思いますが、うん、まあ、中でも例えば山根陸選手の先発ですね。はい、そうでしたね、はい、物応じせずね、はい、らしさを見せてくれた試合だったかなと思います。はい、あとは、まあ、角田君の左サイドバック先発っていうのも、まあ、試した感じですね。あったあった、はい、当たり前にできてるっていう。そうでしたね、めちゃくちゃだよ、マリノス狂ってるよいや本当に。でもだからあの位置になって、そのちゃんと求められてることができるってことは、やっぱ相当そのサッカー IQ というかね、球がいいし、その状況判断力っていうのもすごいんだなというか、決断する力とかもすごいんだろうなと思いましたね。そうですね、はい、ダゾンの方での解説はボンバーでしたね。うん、はい、中澤さん、はい、木田君にあげた G-SHOCK の話をしつこくしてました。めちゃこすってたね、G-SHOCK の話ね。まああれこすれのボンバーしかいないですよね。いや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 。いや、まあそれはそうなんだが。そうそうそう、あ、でもいいお話でしたね。ボンバーも気持ちは、G-SHOCK の中に俺の気持ちも入ってると。一緒に今いるの抜け殻だって。そうね。喋ってんのはなんだって話なんだけど。ちょっと抜け殻ぐらいの緩い解説でしたしね。はい。非常に好評の解説でしたよ、はい、去年と真逆、去年の前回と真逆のね。前様的には本当にね、本当に素晴らしい。いや、高橋さんとね、うん、こう陰と陽みたいな感じで、うんうん、そのバランスも良かったような気がします。そうだね、そうだね、うん、そうだね、はい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 、ちゃんとね、そのメリハリがあってね、解説してくれるし、その選手心理の話を結構ね、ちゃんとしてくれるのは良かったですね。ちょっと聞かない間にめちゃくちゃ解説上手くなってた。いや、そう、最初引退してすぐの頃と比べると全然違いますよね。めちゃ分かりやすいじゃんと思って感心してしまった。引退してすぐの頃とかね、だからそのどういう方向でやっていくのかなみたいな、うん、なんか状況があった時に、ちょっとこれ解説どうなのかなみたいな感じがあったけど、でもね、これだけの解説ができるのはね、うん、なんて言うんだろうな、小中高生のサッカープレイヤーでも分かりやすいポジショニングの解説とかをちょいちょい入れてくれるのがすごい、なんかこっちとしても分かりやすくて、なんかこう入ってくるんだよね、このイメージがしやすいというか、なんかそれが他の
あのダゾーン解説陣とまたちょっと違って、ま、あのサッカー番組をもうもともと見てる人たちに向けての解説とはまたちょっと違う色があっていいなって思いました。地上波向きって感じ、うん、そうそうそう、地上波の解説ってあれぐらいであるんだよね。だったらあれいいような気がしますね。ね、うん、はい、あれボンバーのことを何か言おうとしたんだけど忘れちゃったな。番宣ですか、何ですか。違います。ボンバーいいよねっていう。はい。いや、次行こう。はい。で、第5節。フォア・アイン・ザ・ライ FC 戦は 2-0 での勝利になりました。はい。復活のマルコス・ジュニオールと、畑中君の素晴らしいヘディングシュート。いや、ディフェンダーが順次取ってってるから、そろそろあれですよ、確かに、そうか。はい。いや、言われてみれば。一巡行きますよ。あと、岩田とエドゥです。そうか。はい。一巡行きますこれで。はい。で、まあ、この試合をあの、まあ、解説話ばっかりしてるなボンバーですけど。タレントの8時ゲームはね。フリーダムさんがボンバーだったんだ。そう。8時の日は基本ボンさんなんですよ。ね、23時ちょっとお眠なんでできないからって噂がありますけど。23時はジジイ水沼こと水沼隆さんですね。はい。そうですね。スペイン、リーガースパニュラとかもやってるからね。いつもそうスペインのスペイン組ですね、あの桑原さんと水馬の、はいはい、スペイン、かなりフリーダムな解説があの話題になってましたね。途中からあの居酒屋トークみたいなのも挟んでくるんですけど、あの、はい、解説の原さん曰く、あの2点取ったら脱線するよってあの事前予告ホームランだったらしいので、へもうあそこら辺からちょっともう、はい、緩めにいったみたいですね。原さん若干怒ってんのかなと思ったけど流してただけみたいですお任せしますみたいな、ね、お手洗いに行くとかねお茶をこっちもね喋りながら聞いてたんで、もう途中からもなんかだんだんなんかまったりしてきちゃった。いや本当にあのボンバーにとってもいいACL の解説の場になりましたね、うん、あれはそう、まあ、前回の ACL の時はほら栗原雄三クラブシップキャプテンと鳩さんと見てるじゃないですか、うん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 、で今回も OB とやっぱ見てて、なんかその方がいいな、はいはい、ACL はっていう気持ちになっちゃいましたね。むしろだから本当に有料コンテンツでも全然ねいいよねっていう感じもありますよね、うん、あボンバーのこと思い出しました、はい、ボンバーの解説のいいのはさっきファンさんが言ったみたいにやっぱりその丁寧分かりやすい、うん、丁寧というか分かりやすさかな、うん、があるっていう話をしてたので、でそのなんだろうボンバーがそのちゃんとポステコグルの時に求められたこととかっていうのをちゃんと喋ってくれるのが僕はすごくいいなと思ってて、あとめちゃ褒めんの、そう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 、あいろんなねそうめっちゃ褒める、まあ、ジョエルの話ですね。あとはあの中澤裕二おなじみカイナのこと、そう、ね、カイナと、まあ、結構こうねやっぱその日その日でやっぱ輝いてる選手をこううまいことピックアップして話してる感じはあったかな。そのボンバーにとってやっぱりそのポステコグル時代の話はまあやっぱり自分に向いてないプレーというかまあ苦手なプレーの話とかをまあするんだけど、それちゃんとできるっていうボンバーはね、うん、なんか信頼できるというかさすが、あの一回自分を下げてからみんなを褒めるっていうあの特性ですよね良い先輩ですね後輩を盛り立てるね、そうなんですよ、珍しいタイプですよねなかなか、はいはい、あと話題になったのは、フォアン・アイン・ザ・ライ FC 9番グエン・バントワン選手ですね。いや本当1試合目から9番ええわ9番ええわって思ってたんですけど、うんうん、いいですよねやっぱり安心した、別格だったね、安心したわ、みんなもそう思ってて本当に、うん、なんだろうね、なんかチャナよりもさらになんか戦力も攻撃的っていうか、いやちょっとあの素人なもんで何がどういいとか全然わかんないですけどいやいやいや、でもウイングもできそうだしさ、言ってたマリノスに来てほしいよねっていう、すぐウイング勧誘するもんだ、また左試してみたくなる左ウイングで呼ぶと大体みんな他のポジションがハマっちゃう問題ですよ、はい、面白いことに、はい、いや ACL 面白いですねやっぱり、うん、いろいろね、いや面白いって言いながら見れて幸せだよ本当まあ確かに、うん、あの2戦目までだったらねいやあのまま行ってたら本当超しんどかったけど、やっぱ普通にアジャストするのに時間がかかっただけだったなっていうのはよく分かったかなっていう、そうだね、うん、やっぱ最初の初日2日目の練習まともにできなかったのやっぱ痛かったなって思いますうん、思う、それは思いますよ、多分次 ACL 版集中開催になることはまあないと願いたいけれども、もう1週間欲しいよね
実際に、ね、せめてあと 2,3 日、うん、集中回数で、ね、集中回数で特にね、うん、マイキャンプ欲しいよね。現地の気候に合わせるのもそうだし、今回はその、うん、ね、あのボールが違うピッチが違うとかっていうのもあったし、なんかそこにやっぱりボールに関してはさ、うん、ギタリストがギターいきなり持ち帰るのと一緒だからさ、やっぱ感覚が慣れるまでにはかかるわけですよね、多少。ちょっと軽いらしいですからね、リーグのやつより。そう、それはね、各選手それぞれからもコメントで出てる通りで、やっぱ感覚がね、ちょっと違うっていうのは、特にうちのサッカーには影響大きいんだなっていうのは。ってなると、やっぱりこう普段の J リーグでもいつもの環境でやっていたとしても、本当ちょっとの感覚でこう変わってしまうところってやっぱあるんだろうなっていうのは、なんかこう ACL を通して思いましたね、改めて。うんうん、そう、リズムの大切さとかね、うん、そこがやっぱずれちゃって、やっぱり乗り切れなかったり、うんうん、まあ、まさにボンバーが解説で言ってたけど、はい、まあ、そこであの相手が整ってしまったりとかね、整っちゃうね、動かして、うんうんうん、まあ、ずらせないっていう、まあ、ジレンマがね、選手たちが本当つらかったんだろうなと思いますね。あれは本当、はい、うん、あれはでもちょっとメンタルにきますよね。いや本当に違う意味で、そうそう、 ACL の過酷さとはまたちょっと違う、うん、そう、もっとできるのにっていうね、そう、プラス以上たまるような、それをね、うまくその打席とか自責とかにせずに、そのアジャストし、その前向きにね、うん、っていうのができるチームなんだなっていうのを、まあ、アスカット監督が結構ね、その傾向が強いというか、ぶれずにやってたんじゃないかなというふうに感じたりもしましたね。うんうんうん、だいぶ話しましたけど、はい、アキラ君はここまでどのような印象ですか、ACL。まあ簡単な試合など一つもないなとここまで見ていて思いますね。はい、であとはそうですね、時間とともにやっぱりアジャストしてる、来てる感はあるかなっていうのは感じていて、それはあの画面越しでももちろんだったんですけど、現地にこうして来てみて改めて感じている部分がありまして、まあそれは後々詳しくお話できたらと思いますけど、いや本当に選手たちは頑張ってるし、なんだろうな、普段以上に伝わらないものが多いなと思います、あの中継だけでは、うん、それは本当に差し引いて見なきゃいけないなと僕は思ってますね。はい、もう1試合だけ見て僕も帰りますけど、うん、その後のホーム名古屋戦でどういうパフォーマンスになるのかっていうのはすごい僕は気になっていてそう、また戻ってきて、はい、こっちに順応しなきゃいけない、そうなんですよ、間ね、隔離期間がなくなったんで、まあ、そこはすごい、うん、ポジティブなニュースだなと思いますけど、どうこう、コンディション合わせてくるかっていうのは僕は、はい、今すごく気になってるし、まあ、それ以上に明日じゃないや、日曜日の試合ですね、うん、それが、まあ、本当に重要ですよね。負けなきゃいいとはいえですけど、うん、とはいえ、勝って終わるのが一番だと思うので、はい、もちろん、はい、だし、まあ、木田キャプテンとかもね、言ってますけど、チョンボクにはやっぱり勝って終わらないとと、うん、選手たちも期するものがあるんじゃないかなと思うので、まあ、それに向けて応援するだけかなと思いますね。うん、はい、パンダさんあります？もう少し。そうですね、だんだん途中からこの中にの影響が出てきて、うん、クラブから出てくるコンテンツに追いつけなくなるっていう中にきついと思っていよいよね、たまり始めてますね、コンテンツが。なるほど、はい、めっちゃ面白いのいっぱい上がってるのは知ってるんですよ、知ってるんですけれども、はい、みんなで餃子包んでたらしいとかね、いう話も知ってるんですけど、なんなら昨日も試合後のしんちゃんのラインライブ見逃しましたからね、それも見れてない。はい、全部キャッチアップできないですよ、このタイム感というかスケジュール感だと。いや、そう、現地にいる人はそうなおさらなんですけど、これね、普通に家で見てるだけでも結構長いんですよ。ですよね、ですよね、そうですよね、うん、いや、こんなだってさ、中身になってくるともうなんかだんだん最初の頃の試合とか忘れちゃうもんねあれなんか どれがどの試合だったかわけわかんなくなる。もう隣にいる三谷君なんかね、もう遥か前の話なんじゃないかと思いますけどねもうね、かれこれね、初戦なんか2週間弱もういらっしゃる、はい、なるので、
いやもう本当に詳しくね、まだちょっと聞きますけど、そうだな、やっぱうちの選手層の厚さがあって本当に良かったと思う。うん、あれなかったら誰か一人二人怪我しててもおかしくない。いや本当に本当に、うん、そこはあの相手チームの方によく見えるというか、うん、結構あのターンオーバーよりも、まあ、一戦一戦の結果を求めに行って、うん、まあ、メンバーを選んでたチームなんかはちょうど今頃ガタが来始めてるというか。いや本当に中にって恐ろしいさ本当に。いやそう、前回のねフットリコでも、フットリコというかあの特別編の方で一回スペースの方でね、なんか通信の皆さんとやらせていただいた時も、いや中にはやっぱり狂ってるっていうのはまあよく分かったっていう。そう、一日の違いは大きいっすよ、うん、中にはその、ね、まあ、体力もだしメンタルもだけど何より怪我が怖いっていう話も、ね、いや本当に結構印象的だったよね、うん、やっぱそうなんだなって、それ聞いて、うん、ああそうなんだってすごい一番納得したところですよね、そこ、うん、はい、僕の印象は本当に何だろう、こんなにね調子を上げて、しかもなんか全てがうまくいき始めているクラブは本当にすごいなっていうか、その調整が、いやそうなんですよ、しかもそのそれこそマルコスとかさ、うん、4戦目5戦目マルコスとの、マルコスとエウベルとのコンビネーションとかがさ、なんかあれ段違い、あれピッチ状態どこ行ったって思いましたよね。そうそうそう、私なんかあのピッチの中であの2人だけおかしかったりするしさ、うん、いやで畑中君も復調してきてるし、いや、うんうんうん、ね、すごい、マジですごい、ね、切れてるね、はい、いや多分現地で見ると全部が見えてるわけじゃないですか、まあ、あ、そう、うん、そう、我々は映ってるとこしか見えないから、うん、でそうなってくるとこうアコートでやってると、もうしんくんとか、しんちゃんとかどこにどういう風に動いてるとかっていうの、多分現地の方がもしかしたら見えてるかもしれないですけど、ベトナム戦とか多分そう、特にそうだよね、ベッド、あ、ほ、あ、ザライですね、あ、ザライ戦すごかったっ、代表戦みたいな、そうだよね、うんうん、いや、いやよかった、まあ鍋子ちゃんもよかったけど、そうね、うん、そうね、うんうんうん、めちゃくちゃいいシュート打つじゃん。いや、あのシュートめっちゃかっこよかったんですよね、だし、ザライ戦に関してはみんなシュートめっちゃ枠飛ぶと思いませんでした、これ完全にアジャストしたなって思った点ですよ、あれをまさに、うん、勝くんもすごく良かったですし、あ、掴んだなっていうのがこうなんか一発でわかる、そうで、本当第5戦第4戦は象徴的だったよね、レジデルっていう枠組みだけじゃなくてそのマイノスにはまるっていうところまで見せてくれてるから、うん、そうですね、はい、試合の話はつきませんが、いや次もねちょっと進めましょうか、集大成で見たいですね、各試合、はい、はい、で、その間にいろいろあったことを、まあ、あんまり取り上げるのにあまり覚えてないんですけど、はい、まあ、レオの帽子の話が結構面白かったですね、直近だと、いや入れるの早すぎんのよ、ふだきさん、なんかあれまあ、そう聞いていただいたのもいいんですけど、あの最初にこう写真で出発前に写ったじゃないですか、うん、でその後も入れの時にかぶってる、で誰だったかがあの気に入ってるらしいですよっていう情報が届く、うん、でもなんか試合見ながらなんかもうタイムラインに3個4個帽子売れてるんですよ、早いんだよなと思って、ありましたありました、うん、経済効果パないなと思いました、改めて一人一アイテムマストですよ、もうこれからマリサポの経済効果なんなんて思ったけどねだって普段使いしてるって言われたらさ、いやそう気に入っていただけて本当何より、うんうん、あのね、あのお子さんとのつながりっていう意味でもね、だもしくはねお子ちゃまがすごい好きだったのかもしれないしね、かぶってると好評だったっていう可能性もあるからね、うん、確かにこれと同じ帽子かぶってって言われてるのかもしれない、うん、あれかぶったらすごいなんか楽しそうとかだったね、はい、あとは報道で出ているのでいうと中川君の状態の話がまあちょっと出てきてますかね、うんうん、はい、まあ、怪我の状態が続いているっていうまあ話になってました、ね、上がってこないですもんね、なかなかね大変だけど、いやいやいや、ね、でもそれでも出てるもんな、で実際ねもうあの実質 2PK ですから、そうなんですよ、忘れてた忘れてた忘れてた、いや本当にどっちも やられてるからね、いや、まあ、逆に言ったらあれ流されてなかったら2本目はないかもしれないんだけど、あ、まあまあまあ、いやどっちにしろあれは PK やろ、だってあの時点で PK だったらさ2回目に足かけられてないからね、そう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 、うん、もうあの段階で先制してた、はい、と
というような、まあ、報道もちょっといろいろ出ておりますが、はい、お聞きください、はい、順位表の話です、うん、順位は横浜 F マリノスはグループ H1 位です。そうです、はい、4勝 1敗ですね、はいはい、勝ち点12、チョンブクが、勝ち点11ということになっています、うん、で最終戦、最終戦の勝ち抜け条件ですね、はいはい、勝つか引き分けで、横浜 F マリノスは1位での通過になります。はい、はい、負けた時ですね、負けた時がややこしいやつです、はい、そうなんですよね、なります、はい、で東地区グループが5個あるんですけど、その5グループのうちの、2位になったチームのうち 3つだけが、勝ち上がるというレビューションになっております。これがね難しくてですね、やめてほしいですね、はい、で順位の比較としては勝ち点、得失点、総得点の順番になるんですが、はい、神戸のグループですね、はいはい、1チーム、参加となりましたので、グループ内が3チームになったことで、他のグループも2位のクラブの成績は、難しいですね、言います、2位のクラブの成績はというか、はい、2位チームで順位を決めるときだけ、あ、そうか、そうか、はい、はいはい、そのグループの4位との対戦成績が除かれた状態での比較になると、はい、勝ち点、はい、得点すべてなかったことにして、はい、そうですね、はいはいはい、2グループ同士のランキングをつけますと、はい、でですね、はい、で、今の現状を見るとどうやらマリノスは負けた場合は、はい、勝ち点、負けた場合は勝ち点6での争いになるんじゃないかと言われていると、はい、持ち、はい、私はこれ持ち点って呼んでるんですけど今、はい、持ち点6 持ち点6で2位ランキングに入る、はい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 、で、まあ、得失点総得点の比較になるという状況です、はいはい、ので、まあ、大負けしたりすると結構やばいかもしれない。そうです、なので各種報道で、はい、神戸は、まあ、一番乗り決まったのは決まったんですけど、あれもまだ、はい、1位にどっちか確定してはいないけれども、ここに関しては確実に 1抜けじゃない、グループリーグ突破が決まってますよっていうので神戸出たんですけど、その後、はい、浦和の突破に関しては各メディアごとに見解がちょっと違うっていう時代になったので、はい、突破決まりましたって言ったところと、そこに明言しなかったところとあるので、やっぱりちょっとメディアの方でも混乱は若干あるので、はいはい、一応もう一度整理したいところなんですけど、結局他のグループの得失点差がかなり大きく関わってくるので、うん、マリノスのキックオフの段階まで分かりません、はいはい、うん、そうですね、で、5月1日日曜日、23時からが、チョンブク戦なんですけれども、はい、そうですね、その1個前ですね、5月1日20時キックオフの試合が、グループ H の、本愛ザライとシドニー FC と、もう一つは神戸の試合ですね、はいはい、こちらの試合が、20時から行って、それが終わるとマリノスの試合以外は全部終わることになるので、そうなんですよね、エンディングマッチ、はい、1時間試合開始の1時間前にはどうしたらいいかが分かると。そうです、そうですね、はい、どうしたらいいかに関しては勝つしかないんだけど、はい、はい、そうですね、そうなんですよ、まあ、どうなるかですね、負け方が決まるって感じ、ね、そうなんですよ、勝ち点、はい、持ち点を7持ってるクラブが2位にやってこなければ基本的には上がれるとは思います、うん、万が一負けてもね、そうそうそう、うん、場合によってはその時点でもうほぼ確になってる可能性もあるわけで、いや、うん、そう、多分決まってると思う、個人的には、多分このまま、多分一番大きい鍵を握っているのが多分浦和とウルさんなんですよね、うん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 、はい、テグ浦和のところと、またウルさんとジョホールとかな、まあ、ジョホールというかウルさんが多分キーマンですね、はい、になってくるので、そうなんですよ、これ一緒に上がれない可能性があるんですよね、ウルさんと。ウルさんとはね、うん、なのでそう考えるとうちは1位抜けしといた方がいいかなと思う。まあまあまあ、確かに確かに、そう、なんか2位ランキングでウルさんと争うの嫌じゃんだから絶対1位で上がりたい、自力でいきますからね、そう、なるほどなるほど、はい、という、まあ、状況になっておりますので、はいはい、難しいなって方は試合開始1時間前に多分みんながいろいろ言ってくれてるので、うん、基本的には引き分け以上で1位通過です、はいはい、はい、っていう、経過のお話でした、はい、はい、では現地の話を、聞きたいと思います。パンダさん、はい、お願いします。いや、今一応三谷君もいらっしゃるのかな、音羽打ってるよしばしお待ちください。はい、はい、いけそうですか。 OK です。はい、とりあえずじゃあ、直近で言っ
田明さんの方なんですけども、はい、実際行ってみてどうでした？暑い声でかい暑いんですよ、本当に暑い、はい、想像しやすい例えでいくと、うん、日本の7月8月ぐらいの、うん、まあ、あの蒸し暑くてじりじりくるような暑さ、うん、これがあの、まあ、降り立って最初の感想でした、うんうん、ただあの人間の体っていうのはなかなか不思議なもんで、2日3日経ってくるとだんだんと慣れてくるんですよ。気のせいだけどね。はい、気のせいだと思いますがだんだんと慣れてくるんです、はいはい、で、あとはそうですね、まあ、とにかく、もう水が全てだなと。いや、船木さんもツイッターのスペースでおっしゃってましたけど、はい、本当水っていうのはすごい言ってましたよね。手放せないというか、はい、常に水分補給をずっとしてる状態みたいな、はい、いや本当に本当にそうです。あの僕も試合中、まあ、カメラには抜かれてなかったみたいですけど、あの5リットルの水買ってって、ね、5リットル、はい、あの5リットルの水は売ってるんですよ。あ、なんか牛乳瓶みたいな形したやつが、はい、はい、そうです。タンクだよそれ、タンク、はい、あのスーパーマーケットで購入しまして、へえ、そうですね。あとはそうだな、どんな面での感想がいいですか。今のはだいたい気候面の話でしたけど、じゃあバイクどうだった。バイクですか、あのシンプルに数が多い。あ、まあ、まあ見ての通りなんですけど、数が多いんですけど、都市部であればあるほど実は日本と乗り方そんなに変わらなくて、あのちょっとコースの取り方が厳しいとかありますけど、あのスピードとかは日本とあんまり変わらないです。だし、あの自分が歩行者で道を横切る場合も、自分がゆっくり歩いていれば、あの原付の方が避けてってくれるんですよね。あ、なるほどなるほど、はい、あの止まらないですけど避けてってはくれるので一応まあじゃあそこまで怖くないよってことですね。はい、あの慣れていけば大丈夫です、はいはい、1日2日あれば慣れると思います。なるほど、はい、今1試合ですかね、完成。そうですね、1試合終わりました。はい、久しぶりの声出し応援どうでした。万感の思いの一言につきますね2年半ぶりですから、はい、はいはいはい、まあ、自分の気持ちとしてはそう、久しぶりに、まあ、ゴール裏に行って声を出したっていうので、うん、まあ、いろいろこう込み上げるものはあったんですけど、はい、あの実際のところあの喉へのダメージとしては大変なものでございまして、今ねよう喋れてますなと思いましたけど、はいはい、あの朝は全然出ませんでしたあの午前中からお昼過ぎにかけてあのずっと龍角散を舐めることによってここまで回復しまして、あの初日の三谷さんの、あの、はい、気持ちが分かりましたね。あのビンビン伝わりました。そう、はい、初日本当あの声がって言ってあの午前中あの完全にダウンされてたと聞いてますので、そうですそうです、あの三谷君もそれこそ今日あの午前中はやばかったんで、あ、やっぱ試合の、ね、そんなもうこれこ過去最高にやばかったですね蓄積した疲労ですねこれが、はい、本当に冗談抜きで声出なかったです本当に、はい、今もねいつもほど出ておりませんので、はい、そうなんですよ、ご容赦ください、はい、ごめんなさい、はい、頑張って、はい、あともう一試合だから、めちゃめちゃご報告言うてるわ、頑張ってもう一試合、はい、はい、そうですね、あとそうだな、街中行きました、ご飯とか食べに行ったぐらいかな。でもそうですね、あの池山さんにいろいろこう、うん、あの教えていただいたり連れて行っていただいたりして、そうですね、以前トリコにも出ていただいた現地にお住まいの池山さんですね、はい、はい、あらゆるものが美味しい、うん、やっぱしかも安い、やっぱりそれはやっぱちょっと行きたいよね ACL、中澤さんがねそれこそおっしゃってましたけど、いやそうなんですよ、飯がうまい、あらゆるものがうまいです、はい、飯がうまい、はい、であの結構日本人の口に合うというか、うん、っていうのあの、そうです、あの麺類だったりとか、まあ、ご飯物もあったりするので、はい、結構そのあたりは、はい、あの、まあ、ガイドブックに載ってるようなお店はもちろんですし、まあ、フラット入ってもあのお店であれば、あ、うん、大体美味しくいただけるんじゃないかなと。味あるあるですねそれ、はい、あのソフトシェルのねカニとか食べたりして、いいな、大好き、めちゃくちゃ美味しかったです、はい、あれやばかったです、大好き。私ちなみに ACL であの好きなのが現地のマクドナルドに行くっていうのがすごい好きなんですけど、あの今日のお昼実績解除しました、はい、はい、行ってきました行ってきました。現地オリジナルメニューありました、ライスがありました、ね、そう、ご飯物があった、マクドナルドでライス、はい、結局トリプルチーズバーガー食べたんですけどあ、なるほど、はいはい、ちょっとレオリスペクトってことでね、はい、はい、そうです、はい、ではですね、実際あのスタジアムに行っての話をじゃあ聞こうかなと思うんですけれども、はい、
現地の、まあ、とりあえずおそらく、初日とかから比べてやっぱマリノスサポーターも徐々にこう増えていってるとは思うんですけども、いい日本から行ってるであろうマリノスサポーターどれぐらいいるかなって感じでした。当初の倍ぐらいにはなってるんじゃない。最初ちなみに、最初7人でしたよ ね最初は7です。はい、倍以上いるかな。3倍ぐらいになってきます、うん、多分それぐらいいますよね。そう、この5戦目で多分一気に増えてる。ちなみにそう、ね、5戦目って4戦目までと応援してる位置ちょっと変わりました。若干多分中央におりましたね、うんうんうん、ああですよね。なんかそのせいか多分あの ACL のカメラが抜ける位置ギリギリだったみたいで、はい、ずっとあの三谷君のところだけ抜いてたんですよ。コアサポみたいになってる。いやそうそうそう、中心部が多分映せなかったみたいで。あでもあそこのカメラ位置だと確かにありえますね。そう、ずっとここをこう決め打ちで映すから、もうほとんどなんか客席映ったら大体見たんにみたいな感じだったんですよ。こっちからね、知ってる人からしたら。そうなんです。5戦目に関してはちょっと全体の様子があんま分かんなくて、逆にダゾンからだとちょっと見えるところが少なかったんですよね。まあでも横に長くなってるというか、うん、まあ、後ろにダマか張ってる関係でね、うん、そうですね、はい、ゴール裏って感じになってきましたね、うん、ちょっとね、なってきたよね。あ、そう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 、なんかちょっとこう引きの映像、普通にあの試合中のカメラとかで見るとこう引きの映像だと少し見えるので、なんかだいぶあの普通のゴール裏感出てきたなと思って、なんか、ね、7、8年前の平日広島みたいな人数感があるようには見えるなって思った。その点あるよね、話してたけどちゃんとのその大きさの話とかねみたいな、ね、はい、音量がね、やっぱあなんか音圧が違う、うん、そう、まあもちろん最初は日本から来た人も少なかったし、うん、途中からこうベトナム在住の日本人の方とかが一緒に来てくださったりしたんですけど、うんうんうん、やっぱりいきなりちゃんと一緒に歌うってなかなか難しいじゃないですか。ハードル高いね、うん、そういう点で言うとやっぱ日本からこうたくさんマリサポが来たことでちゃんと歌える人がいっぱい来たんですよね、うんうんうん、それでやっぱゴール裏全体の音量音圧が上がったなっていうのは、なんかそう音圧が上がるって多分こう画面越しで聞くと一番分かるのが言葉が分かりやすくなるんですよね、音圧が上がると圧倒的に聞き取れる、そう聞き取りやすくなるっていうのがこう、うん、5戦目はすごく感じたかなとダゾーンで見てて思いましたね。昨日それだとかなり上がってると思ってて、うんうん、昨日あのザライサポーターやばかったんですよ。ザライサポーターバックスタンドでしたもんね。そうそう、バックスタンドの真ん中に一度ってて、そう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 、風船パーってでっかい、そう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 、とかあとまあ普通に見に来た人もたくさんいて、うん、バックスタンドに、うん、その人たちのリアクションがバカでかいんですよ。まあそうでしょうね。そう、あのサッカーすごい好きなんだなっていうのも伝わるし、うんうん、その中で我々のちゃんとが聞こえてたとしたらもうそれはかなり上がってるんじゃないかなと思います。そう、かなり多分、まあ、マイクの、ね、位置とかも、まあ、もちろんあるだろうけど、うんうんうん、まあ、それでも何歌ってるか結構はっきり伝わってくるなっていうのは他の試合と比べるとだいぶ、ね、上がってたかなと思います。今日はそうだな、試合中、あ、傘トリノンラーですね、ノンラー。そう、ちょうど、家政婦のところが映ってたっていうのもあって、ずっとあの傘がね、かぶってるお二人がね、ずっと映ってたんですけど、はい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 、あの二人日本の方じゃないんですよね、はいはいはい、後ろにいらっしゃった、現地でナンパして、一緒に応援してるって形で、ですね、ですね、まあそんな感じ、うんうん、だから今回その日本から行ってる人たちが結構行ったおかげで旗もビジュアル的にすごく、うん、だいぶ増えて、うん、そうですね、懐かしい旗へと言えば、はい、とか結構なんか、あ、この人見たことあんなっていう人がやっぱり増えたなっていう、はい、と何か現地でこう気がついたこととかあればお聞きしようかな。そうですね、なんか現地の方と交流する機会とかってあった感じですかね。めちゃくちゃ多いよね。結構ありますね、やっぱベトナムの方、ベトナムサポーターの方ってすごいやっぱ日本のサポーターの応援に興味があるみたいで、うんうん、うんうん、そう
本当に開幕戦の頃からずっとベトナムの方がゴール裏の動画撮ったりとか、うん、実際こう僕たちに声かけてきてくれて、うん、あのちゃんと教えてくれみたいな感じで、そうそうそう、あの昼間にツイートしたんですけど、はい、あの試合後にですね、ホアンアインザライ FC の、 あのゴール裏のコアサポーターいわゆるコアサポね、はいはい、とあのつながりまして、うんうん、次の最終戦ですね、最終戦の前半だけ、うん、マリノスのゴール裏にちょっと何人か来てくれるらしくて、研修、はい、ゴール裏研修、まさに研修です、はい、あの理由が、あのその日本のちゃんとの文化を勉強するためになんですよ、うん、でしかもこの、声をかけてる先が、まあ、その第一戦やるからっていうのももちろんあるんですけど、うん、あの代表サポーターにも向けてるんですよ、その方の発信が。ベトナム代表ってこと、はい、その方はもともとベトナム代表サポーターでもあるらしくて、はい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 、なるほど、まあ、いわゆる日本でいうとこのウルトラソニッポン的なもの、ね、そうですよね、うん、簡単に言うとね、はい、はい、ああいうところにまあ属してもいて、でその方のネットワークを通じて、まあ、あのザライがベトナム代表として出てるよっていうのと、うん、そのちゃんとあの日本のクラブが歌ってるからそれをちょっと勉強しないかみたいな感じで、あのトニアトスタジアム来てくれみたいな、フェイスブックで投稿してまして、やっぱフェイスブックなんだ、はい、ま、その投稿されてる方、英語が、まあ、喋れるので僕らとも全然コミュニケーション取れるし、うんうん、やっぱ代表サポーターってやっぱ、ね、はい、しかもあの、そういうところある、そうなんですよ、しかもあのかなり物腰が柔らかい、お、はい、かなりジェントルな方というか、へ、しかもあの、ま、昨日の試合後、あのマリノス強かったよ、次応援してるから頑張ってねみたいな感じで声をかけていただいたりとか、はい、てな感じですね、すごい輪が広がってるなっていうのは実感するし、うん、あと現地の人さ、ゴール裏増えたよね、ちょっとずつ。そうですね、あの初戦の時からずっとマリノスのゴール裏に毎試合来てくださってる日本の駐在の方とかがいらっしゃって、そう、うんうん、ベトナム人の方も何人かいて、そう、あのそうですね、ナムさん、ナムさんももちろんだし、これちょっとおなじみのね、そうそうそう、いろいろとかして回ってる時に、うん、まあ、その現地の方が座ってて、そしたらマリノス応援してるよみたいなこうスマイルしてくれて、言ってくれた、やっぱ弾幕とかを席に掲出してるじゃないですか、うん、それでこうちょっとここ弾幕出すんでどいていただけませんかってお願いをしても、うん、心よく協力してくださって、おー、そうそうそう、すごくなんかそうそうそう、優しい対応してくださったですね、あれですね、試合後に幕の片付けとかしてるときに手伝いに来てくれた現地の方とかいて、手伝いに来てくれたんでユニフォームあげて、日曜も待ってるよっていう風に声かけしてるんで、いや本当今どれぐらいユニフォーム配ったんだろう、累計でね、もう80枚以上で、以上いってるよね、最初我々が持ってっただけでもそうですからね、うんうんうん、でウルトラの方々とかがね、持ってきて、そう、最初に 4,50 持ってってるって言ってたので、そうそう、だからもう100以上、120近く、すげえな、でかつね、これから最終戦を見にいらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、うんうん、そういう方々が持ってきていただけるとさらにこう輪が広がるかなっていうのと、うん、あと割とユニフォームくれって言われるんで、うん、めっちゃ言われます、そう、みんなも着てるしね、そう、代わりによこせって言ってるんですけど、こっちも確かにくれないんだよね、そう、トレードしようぜって言ってるんで、はい、そう、てな感じですね、交流の感じとしては、うんうんうん、そうですね、じゃあちょっとツイッター何個か質問というか今の話の流れで来てるやつがいくつかあるんですけど、はいはいはい、まずカズトさんから5リットルの水持ち運びってどんな感じなんですかってボトル、ですね、まあ、ボトルのネックの部分ですよね、あそこに、うん、取っ手みたいなのがついてるんですよ、うちに帰ったら、うちに帰ったらじゃない、ホテルに帰ったら写真であげますんで、はい、ぜひ後ほど、ヤンチューさんは大五郎かって言ってるけど俺とお前と大五郎ね、そう、近いタンクだもんね、取っ手めっちゃでかいです、本当に片手でこう、なんていうんですかね、サックみたいになってて、はい、グイッと引っ張って持ってきるような感じになってますね、はあ、結構街中で見かけるんですよ、あれをみんなじゃあやっぱ持ってますか、露店の人とかが持ってて、あ、確かにそういうのあります、ね、あ、なるほどね、結構御用達だし、5リットル僕全部飲み切らなかったんで、最終戦来る人はおすすめです、5リットルの水、うんうん、結構重いですよね、重いけど、うん、それは重いわ、どうやって両手で抱えて持っていくの、いや僕あれなんですよ、それとは別に、
あの 500ml の、まあ、日本でいうとこのイロハスみたいなやつを、はいはいはい、あのダースで買ってって20本ぐらい、そう24本持ってって、はい、あの、ま、周りの人も多分足りなくなるよなと思って先にこう差し入れというかあの、うんうん、分け当たるためにこう買ってたんですけど、はいはい、それを入れるため の、 あのスーツケースがあったので、はい、まあ、それに乗せてですね、あのちなみに24本じゃ足りなかったんで次は倍にしようかなと思って。いや本当あのサポーターって荷物増えるよね。そう、あとあの周りの人に配って、うん、あのこれあげるから応援してっていう風にしてます。だ交換条件、はいはい、じゃあ続いてですね、はい、これ多分あのミタンニ君に特に聞きたいかなと思うんですけど、はいはい、ニャンチューさんからですね、はい、ベトナムの匂いってどうなんでしょうかってことで、これブログで一回触れてたと思うんですけど、確かにそうですね、ちょっと触れましたね、うん、まず着いた時は結構やっぱ感じました。そうですね、やっぱり、まあ、マスク越しではあるんですけど、うん、やっぱこう排気が、やっぱバイクとかが多いんで排気ガスのがちょっと来たりとか、はい、あとあのこうちょっとローカルな感じの道を走ってたりとか、うん、あるいはこうお店の中とか入っていくとドリアン的な果物が結構置いてたりするんですよね。あー、あるね。そういう匂いがこうふわってきたり、はい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 、それは確かに、うん、他の国もあるかも。ちなみに慣れました？結構慣れましたね。あ、結構慣れてきた。アキラさんは？なんでしょうね。僕、まあその辺鈍感なんでしょうね。あんまりしなかったというか。あとなんか市場独特の匂いみたいな、ね。あ、そうそう、それはある。それはある。市場の匂いは。なんかパチモン T シャツ特有のなんか。そう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 。おろしたてなんだろうけど、なんかこれちょっと違うのかな、なんなのかなみたいな感じで。のそういう匂い。なんか倉庫でうずたかく積まれてるあの匂い。近いかもしれない。はい、はいはいはい、実際山積みになってるしね。うん、これどうなってんの。そう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 。これ何年前のやつみたいなね。そう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 。はい、次、マッキーさんという方が悩み、トリパラって指してるんですか。ダゾンは試合終わるとすぐ中継終わるので見れてないのですがと。そう。トリパラは、はい、やっぱ最初北組はあんまり持ってきてなかったんです。そうなんだよね、うん、そう、ちょっとやっぱまあ荷物になっちゃうっていうのもあって、うん、っていうのもあって、まあ、僕もちょっとツイッターで呼びかけたんですけど、はい、まあ、折りたたみのトリパラとかよかったらみんなでやりましょうっつったら、うんうん、結構増えましたね、この増えた増えた5、6、10本ぐらい。おお、いたいたいた。あの人数に出したら結構十分あるな、ね、そうそうそう、トリパラとトリノンと合わせて確かに、うんうん、あれでも即席トリパラ感あるから、そう、あとあの前奏を吹ける方がいれば多分コーヒールームできると思います、ね、確かに。ちょっとそこにあの管楽器できる方いらっしゃらなかったでしたっけ。あ、そうです。管楽器がないんですよ。管楽器がね、もうちょっと早く行ったんですけどね。そうそう、なかったんですよ、うん、あ、なかったんだ、はい、まあ、あったら買ったんかって話なんですけど。でも管楽器あれかな、東南アジアやっぱ苦手なのかな。いや、そんなことはない。ブブゼラチックみたいなの鳴ってなかった。バックスターで、あれはあのなんかスタジアムの外で、あ、売ってんじゃない、売り歩いてる人いるんですよ。それね、中国とかもそうだった。 おもちゃのブブゼラみたいな。そう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 、なんかスタジアムの外にあのディズニーとかで光り物売ってるワゴンみたいなやつで、あのブブゼラバーっていっぱい刺さってるワゴンみたいな、そうおじさんが持って、おばちゃんがゴミ袋みたいなんでそういうブブゼラパンパンに突っ込んで持って歩いて。物売りのおばちゃんマジパワフルっすよ。ピーナッツもなんか大量におばちゃんが売り歩いてるってのは聞きましたけど。そうそうそう、ピーナッツとかローカルの果物とか。バインミー売ってきたおばちゃんにすごくなかった。ありましたね。あの僕らがこう、まあ、なんていうんですかね、こう、はい、熱量高めに応援してるところで、うんうん、すぐ後ろの通路を、うん、あのなんていうんですかね、あの駅弁売りみたいな感じでこうあのバインミーを乗せてあの T シャツに短パンのおばちゃんがすごいスマイルでこっち歩いてくるんですよ。いい、その光景見たい。これね、写真撮っておけばよかったと思ってます。いや本当だよ、それ写真それ見たかったよ。逆にみんな、なんだこれみたいななって。いや本当、いや今でこそね、このこれだけ貸し店積み重なってるから、そうそうそう、ちょっとやや余裕が出てきたじゃないですか、そうそうそう、最終節、はい、だからちょっとそこら辺もちょっとお土産話と写真を持って帰ってきてほしいなと思ってます。はい、あのこういうネタたくさんありますからね、うん、あのお水買ったスーパーマーケットで あった警備のおっちゃんがマジで面白かったんですけど。あのおっちゃんもいい人でしたね。そう、これはね、細かすぎて伝わらないんですよ。あ、じゃあちょっとあのブログにまとめといてもらっていいですか。はい、あのこれ音声でも文字だけでも伝わらないんで、あのホーム名古屋線で、はい、モノマネします。動画撮らせていただきます、ね。はい、続いてですね、町浦さんからですね、食べ物当たったりはしていませんかということで、これ長くいるミタンニ君特に今のところ、ね、あ、1回だけちょっと怪しいになりましたね。そう、1回だけ怪しいになりました。神道っていう
スムージーみたいなのがあるんですよ。はい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 、アボカドとかパイナップルみたいな、こう、うん、スフルーツをスムージーにしてくれる。見た目美味しそうでしたね。めちゃくちゃ味は良かったんですけど、うん、やっぱちょっとこう生のアボカドをこうスムージーにしたっていうのはちょっと気持ち当たっちゃったかな。気持ち当たった気持ちね軽くね、軽くね、気持ち程度です。かすり傷程度。そう、かすり傷程度。他は全く当たってないですね。あと行ってるところがちゃんとまあご紹介いただいて行ってるとかっていうのも大きいのかなとは思うんですよね。そうですね、めちゃくちゃローカルな屋台とか行ったらちょっと怪しいかもしれないですけど、ちゃんとお店が多いですもんね。はい、ちゃんとお店に入れば大丈夫だな、まあ、基本的にはちゃんとしたお店に入ればベトナムは大丈夫だよっていう、このすごく有益な情報を、はいはい、またね ACL で当たるかもしれないですからね、はい、ベトナム現地情報がまた次生かされる時が来るかもしれないので、全体的にベトナムいいよね、ホーチミン。話聞いてるだけでもだいぶ行きやすそうだし楽しそうだし、そうそう、料理もうまいし、うん、優しいし、いや本当に通常のホームアンダーウェイだとさ2泊3日とかになっちゃうじゃないですか。でもはいはいはい、はい、だからもったいないですね、そうすると。そうなんですよ、これ1週間以上の滞在すると多分すごい楽しいですよ。いろんなとこ行けるし、あと中免かな、バイクの免許125まで乗れるやつ持ってる人はさらに楽しいと思います。なるほど。いわゆる走ってるバイクのほとんどが、まあ、日本でいうとこの、まあ、原付にしか中免ぐらいなんですよ。なので、まあ、それ乗れるとかなりパワーもあるし遠くまで行けるしみたいな、まあ、確かに2人乗りも OK ですし、そっかそっかそっか、まあ、あとはもうグラブとかっていうタクシーでバイクのタクシーもあるので、うんはいはい、それに乗ってみるの結構面白いですね、うんうん、タクシーも、ね、安いしね。そう、安い。僕らのホテルからスタジアムまでタクシーで30分ぐらいかかるんですけど、はい、それでも片道600円とかぐらいですので。そうそう、それグラブだとどれぐらい。グラブでそのぐらいですね。あはは。車だと渋滞したりとかするもんね、車のが。基本は流れているけど、まあ、場合によってかなりつながることがあるんで、バイクだったらスイスイスイって行けて15分20分アタッキングにね行けば15分で着くと、はい、車も結構アタッキングですよ、うん、車のコーナーの攻め方すごいよね。コーナーの攻め方もすごい、めっちゃ鋭角に攻めるし、そうそうそう、鋭角になんなら車が車の間を抜けたりするんですよ。そう、ドリフトしないイニシャル D みたいな感じですよ。分かりやすいんだか分かりづらいんだか分かんない。いや、なんかまあそれはアジア行くと、まあ道路状況というかその車関係はアタッキングだよね。中国もそうだったもん。本当に本当そうです、うん、中国のタクシーめっちゃアタッキングだった。そういう、うん、あれ怖かったな。でもそうですか、ナリさん聞き漏れしたこととかないですか。そうですね、大体聞けました。あ、なんか楽しい思い出以外の思い出って何かあります？なんか、あ、僕1個ありますね、はい、空港行っていきなり Wi-Fi が繋がらなかったんですよ。つらあるって聞いてたんでいろいろ準備してたんですけど、え、ないやんみたいな。ないの？そうなんだ。繋がるは繋がるんですけど、ネットに繋がらないんですよ、その先。Wi-Fi は飛んでるよって言われるんですけど、IP アドレスを取得していますか、進まないみたいな。家政婦はどうしてたの？そうそう、僕は着いた時eSIM を契約してたので、あ、もう着いた段階では繋がってるのか。はい、即開通してたので、はい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 、そうだそうだ、行けましたね、うん、なるほど。僕物理だったんで困り果ててたんですよ、うん、困り果てて、まあ、外も暑いんで、うん、税関出てすぐのところのベンチに座ってこうどうしよっかなみたいな。そうか、連絡がないってことなのか。そうなんですよ。そしたらすぐ隣に、まあお兄さんが座ってて、うん、まあ、同じような顔してるんですよ。意を決して、もしかして日本の方ですか、うん、はいはいはい。そしたら、あ、実はそうなんですよ。もしかして Wi-Fi の話ですか。そうそうそうなんですよ。みんな困ってんじゃん。で、いろいろ話をした結果、その人、コーヒー関係 の、 方で、へ、まあ、ベトナムってすごいコーヒーが盛んなので、うん、そうですね、有名ですね、はい、まあ、それの関係と、あと、まあ、個人的に観光でもちょっとしてきたみたいな話を聞いて、よくよく聞いたら浦和の駒場のあたりの出身の方だったんですよ。あ、じゃあサッカーに関しては、まあ、割と明るい。そうそうそう、
そうなんです。ただ、まあ、別にあのレッズサポーターとかそういうわけでもなくて、うんうん、まあ、近くにたまたま会っただけみたいな、うんうん、っていうような方と、まあ、僕が、まあ、ここにいるのはっていうか、あのユニフォーム着てたんで、はいはい、まあ、ちゃんと話をしたら、うん、あのすごいっすねってこう目をキラキラさせてそりゃそうだよね、だいたいそういう顔される、ね、そうなんですよ。で、うん、あの僕代わりにあの SIM 買ってきてあげるんでみたいな、あのたまたま SIM 売ってるお兄ちゃんが来たんですよ。おで、それもなんかちょっと状況がよくわかんないんだけど、あの、してんの、なんていうか、あの車を貸してくれる業者の人が一緒に SIM を売ってることがあって、はい、ありました、そうそう、そのお兄ちゃんがたまたま来たんですよ、うんうんうん、朝早かったんで、そう、うん、あの多分始業の時間で、はいはいはい、で、あのその僕が話したその駒場の方はあのベトナムドンをあらかじめ持ってたので、うん、なるほど、そう、代わりに買ってあげるって言って、あ、なるほどね、で僕もあの日本円でちゃんとお支払いをして、うんうん、っていうのでこう SIM を開通させてくれて、ね、うん、そうなんです、そうなんです。で LINE も交換してよかったらみたいな、で、あの後日連絡を取ったら、あの、うん、明君の話にすごく感動してマリノスのこと好きになったよみたいな、やったじゃん、で名古屋新くらい、あ、そうそうそう、そんな話もしたしもし都合があったら、はい、あの最終戦も見に行きたいと思ってる、お、そんな話をしました、ね、楽しみ、はい、まあ、災い転じて福をなすということで、来てくれたら嬉しいですね。でもいや本当に本当にあの連絡くださいって言ってます。日本帰ってからでもまた、ね、日産に来てくれるかもしれないし、なんなら、まあ、最初ちょっと今年平日ですけど、はいはいはい、はい、ね、そういうチャンスもあるかもしれないし、はい、っていうことがありましたね、うん、面白い、すごいベトナム全てがいいじゃん、いろんなことが、ね、起こってます。これなんで明後日本当に勝って終わりたいなと。いや本当にそうよ。なんか ACL ってやっぱり現地行く、ま、サポーターって限られてるっていうのもあるんだけど、なんか全然知ってる人が もちろん多かったりはするんだけど、知らない人と会っても、はいはいはい、あ ACL で来たんだよねってなった瞬間になんかちょっとユナイトするんだよね、はい、そう、あの突然ゲストが来まして、おあのですね、はい、あの船木渡る記者が、あら船木さんあのベトナムレポート今喋ってました、現地レポート、はい、いやいやいや、ありがとうございます。たまたま近くにいらっしゃって、うん、はい、雨がすごいところでね、あの、ま、雨宿りも兼ねて、まだ降ってます、まだ降ってます、ちょっと降ってる、あ、じゃあ弱くなってきたんですね、はい、はい、だいぶ現地情報いろいろ聞けたかなと思いますけども、いえいえいえ、最終戦に向けて意気込みや目標などあれば聞いておこうかなと思いますが、いかがですか。意気込み、まあ、まずはやっぱり勝って帰ろうってところですよね、うん、チーム的には勝って帰ろうってところでしょ聞こえてますよ、聞こえてますよ、ガイアが、あとはあれですね、あの喉を大切にします。いや本当にそうだよ、連戦続くからね、その後も、はい、あの、うん、蜂蜜まだ買ったの残ってるんで、はい、また日本帰ってきた時のこの気候差とかでやられる可能性もあるので、はい、ぜひね、あの体は十分に気をつけて、休養はしっかりとって、はい、休養しっかりね、はい、ぜひこの後も楽しみつつ気をつけて続けてベトナム遠征楽しんでいただければなと思っております。はい、明さんはどうですか。そうですね、まあ残り、まあ、僕も 2日の便で夜の便で帰る予定なんで。うん、それまでの間にできることはいろいろやりたいなと思ってます、うんうん、もちろんその中で試合もいい結果になればいいと思うし、はい、あとはなんかお土産話がもう2つ3つ作れればいいなと思ってます、うん、あとあのお土産、必要な方がいらっしゃればあのご連絡くださいバイヤー可能な限り揃えますので、はい、まだあのスーツケース若干の余裕がございますし、うん、僕もあるんで、はい、あコンペなんならあのスーツケースあの1個増やしても構わないと思ってる現地でね市場とか行くと安いの売ってますからね、はい、はい、そういった感じでアリさんいかがですか。はい、大丈夫ですかね。はい、というわけでじゃあとりあえず現地情報お二人ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて、気をつけて、はい、はい、はい、現地からありがとうございました。はい、現地レポートたっぷりお届けしましたね。いやなんか楽しそうだね。いやで言ってるじゃないですか、 ACL は楽しいんですよ基本私なんかあのおじさん的には若いお二人がなんかいい
出会いとかいっぱいあるんだろうなと思っていいですね。なんかほらあのよくさ安易に旅に出て人生変わりましたみたいなキャッチコピー書くじゃないですか。うんうんうん、ACL 行ってから行けよと思います、ね。でもだからでそのつながるツールにマリノスがあるっていうところがやっぱね。うん、いやそうだからサッカーないとそういうつながりって生まれないのでやっぱり海外行っても、うんうんうん、なんか現地のサポーターが声かけてきたりとか。やっぱりどの国もあるので、うんうんうん、なんかそういうのも、込み込みで行くときはです、ね、また行ける機会は今後も、ね、あると思うので、まあ、これから環境の、ねはいはいはい、面でも、まあ、もしかしたらその8月も、ね、また行ける人もいるかもしれないので、うんうんうん、行ける人はぜひ、ね、計画立てて行っていただければと思います。はい、はいはい、レポートの方ありがとうございました。はい、はい、次に行きます、うん、このネタ1個だけやりましょう、はい、2022ゲームパンツ&ソックスセット新商品発売のお知らせ。何そんなものが出るのかいつの間に声でかい声がはい、パンダさんご紹介お願いします。はい、ですねちょっとお休みしてたので他のグッズも出てたんですけども今回はちょっと一番新しいやつですね。2022シーズンの、ユニフォームのボトムスですね。パンツとソックスが、ファーストとセカンドどちらも発売になります、うん、で、これがですね実はあの4月30日土曜日10時発売ということで明日になっております。11時間後、はい、でしかもですねこれあの受注って書いてないんですよ。数量限定での発売となりますってことなので受注じゃないっぽいので欲しい人は明日10時頑張ってくださいっていう商品になります、うん、今回ですねファーストの方は、フルカラーロゴなんですけどもセカンドの方はボトムスマネーフォワードさんがですねホワイトロゴになっておりますね、うんうんうん、これ多分上もだけどで、サイズは各サイズ一応 SMLO、XO、2XO ってなってるんですけどちょっとあの選手モデルのやつなのでもしかするとまた S とか少ないんじゃないかなっていう気はしますね。選手基本的に O、あ、L から大きいサイズ L 以降の大きいサイズしか使わないので温泉結構 SM が少ないイメージがあるので、はい、欲しい人は本当10時からちょっと争奪戦かもしれないんですが頑張っていただきたいと思います、はいはい、こちらちょっと金額等々はですねあのサイトの方をご確認いただこうかなと思います。一応これ、はい、ナンバリングもあるので、はい、そちらで、はいはい、ご確認ください。でもう一個はですねしれっとですねリュックがこれ言った方が良くないもっとなんかゲーム&パンゲームパンツ&ソックスで横に謎のリュックがポンって置いてある謎のビジュアルになってるんですけど、はい、これはですね一応アディダスさんのもともと多分また発売モデルの、特注別注品になりますね。カモメサンバがついてるタイプのバックパックになります。価格が税込み16,500円です。容量30リットルでサイズなんですけど高さが56センチございますので結構大きいです。多分女性が背負うとだいぶドーンって感じになるかなと思います。トリコロワンの、ね、写真見るときそうなんですよ。これ、サイトの方だと、いわゆるそのアディダスの写真にカモメ合成したやつしかまだ載ってないんですけどあのトリコロールワンの方だと実際のサンプル画像が出ていて、うん、なんと実はですねこれネイビーみたいです、ね、この写真見ると黒っぽいんだけど、ね、うん、写真見るとネイビーでかつアディダスのこのオリジナルのモデルもシャドーネイビーっていう色があるのであ、なるほど、多分それじゃないかなと、うん、思っております。うん、多分これかな。あ、でもこれ35リットルモデルなんだよな。でもなんか一応ネイビーがあるモデルもあるので写真見る限りではネイビーっぽいですよね。これ書いてないんですよ色が、はい、でこのサイズ感とかも男性が背負ってる写真がありますのでそちらでご確認いただけますな。またあのポケットとかがかなりいっぱいあるタイプになりますので、まあ、遠征も一泊とかぐらいならいけそうなサイズ感ですね。シューズケースもあるやつでね。うん、そうですね、シューズポケットとあとノート PC ポケットがついてるそうなの で両サイドとかにジップとか、はいはい、あのスリットとかドリンク入れるとこめちゃめちゃいいじゃん。折りたたみ傘入れるとこみたいな感じでポケットいっぱいついてる、みんな大好きポケットがいっぱいついてるタイプですね、はい、こちらぜひ、こちらも多分数量限定なので受注じゃないので欲しい方は、なくならないうちにご注文くださいということです。で、ふっとりか休みの間にですねいくつか商品発売されているんですけども、ナンバー推しナンバーグッズがですね5月8日の23時まで今受注中ですのでこちらの方もお見逃しなくということで以上でございます、はい、ありがとうございます、はい、推しナンバーグッズ可愛いですよね。うん、
結構発注してる人多く見ましたね。毎年おなじみのベアちゃんとかもあるし、今回は IC カードケースもあったりとかして、そうですね。この前あの実物見てきたんですけど、結構いい感じの色ですね。サンプル出てらっしゃいました。パキッと、うんうんうん、はい、いう感じでした。はい、ご紹介ありがとうございます。はい、はい、本日トピックは以上になります。いつも通りこのコーナーがやってまいりました。やるんですね。やりますね。外でですけどね。びっくりさせました、周りの人。はい、周りの音は気にせずに行きますか。はい、行きましょう。行きますね。ミックスゾーン出てこいや。響いてる響いてる、エコーかかってる、エコー出てこいや、いやいや。はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連、スポンサー様、パートナー様関連のタレコミをお話しいただけるコーナーです。はい、これこそはという方はアプリ下の手のボタンをタップして、手のボタンじゃなくなってる、あ、本当だ。そうなんだよね、またね、いろいろ右側2番目のあのクリップボードみたいなやつですね。これあれですか、リスナーの方もこのマークですか。あ、どうなんだろう、ね、ベージュハンズになってからリスナーの方はあれなのかもしれない。ちょっとボタンを押してモデレーター側がね変わってるんですけど、はい、気軽にお知らせください。はい、します。まだあきらくんとみたにくんいるんで、そう、いますよ、いますよ、直接聞きたいとかあったらね、話でもいいですし。はい、聞きたかったな。そう、あ、ベトナムあれですよね、帰りのその隔離がちょうどなくなるって言って、そうそうそう、めっちゃでかいですよ、ね、よし、ついこのよし。ありがとうございます、スイさん出していただいて、はい、ありがとうございます。はい、周り大丈夫そうです。はい、この日本人なんかうるさいなって思われないから大丈夫。はい、よかったよかった。そうですね、これあれだよね、そのベトナムがなので、他の ACL 行ってる国とかまたちょっとルールが違うかもしれないですけど、すでにこう先に帰ってきてる人とか、他の海外から帰国した人とかが結構帰り成田空港で 2,3 時間かかるって言って、すごいよねあれ、うん、大変みたいなので、ちょっと帰り、現地から帰ってくる皆さんはですね、あのちょっと疲れる覚悟をして帰ってきた方がいいかも、ね、やったことある人のあれを見た方がいいですね。そうですね、結構ツイッターとかで、コロナ前一生金で多分結構大変ですよね、うん、結構あれをさ、でも今年オフから日本に帰ってきたブラジリアンとかもあれやってるんだって考えたら、すごいなんかそうだね、いや大変だったよねって思って、とか単独でね、途中加入してくる、まあ、うち以外の選手とか、ね、とかご家族だけとかもそうだし、しかもその場合は隔離もあったから、まだ一緒とか ね、 あ、そうね、いやこれ大変だなってなんか思いましたね、実際詳しく見ると ね、 ね、大変だし、国の機関としてもそこまでやってるっていうことも、うん、まあどこまでやるかっていうのはあるけど、そうなんですよね。まあ、あんなに頑張ってんだなっていうのもちょっと思います、ね。なんかもうちょっと削減できるとかもありそうな気配はしました。ね、はい。8月ですね。いやー8月で、今外さんからそう夏休み韓国とかにならねえかなってきてるんですけど、基本的に第三国なので韓国が残った場合は韓国はありません。確かに。はい。で中国が全部多分敗退するので、中国第三国じゃんと思ったんですけど、今本当ロックダウンがマジやばくて、中国なので8月までにちょっと経済が戻ってる見込みが立たないので、ね、多分中国もなくて、ね、ってなってくるとどこだろうねって感じですよね。アジアなのかな、うん、になりかもしれないし、ね、はい、とりあえず言っちゃいましたけど、まずは日曜ですね。そうなんです、とりあえず勝ちたい、勝ちたいし、はい、なんかまあその6試合のこう集大成でこうマリノスのサッカー in 東南アジアみたいなのを見たい。ね、見たい。ね、いつものマリノスのようだけど、ちょっとやっぱり東南アジアモードみたいなところで完成したのを見たいなと思います。ちゃんとね、奮闘があって、集大成はまずい。このグループリーグのね、グループリーグのだから、うん、あ、そう、あの5試合目あのザライ戦、はい、まあ、いわゆるいつものマリノスが若干見れたなっていう印象だったんですけど、うんうん、それはあの池山さんとこのサッカースクールの子供たちに見せられたのがすごい良かったなと思ってて、うん、確かに、そう、あのサイリウムも一緒に振ってくれてたんですけど、そうなんですよ、あの、はい、ギャラクシーね、ちょっと日本からだと全く分かんなかったんですけど、はい、あの実はね、はい、あの現地どれぐらいお子さん
いらしてたのかしら。結局50人弱ぐらい。すごいな。そんな40、50ぐらいですか。それぐらいはいたかな。人現地のサッカースクールのお子様が。あ、クラブスタッフが驚いてた。え、ほんほんほん。本当。マリノスユニフォーム。ああ、そうね、そうね、そう、皆さんのおかげで。そっかそっかそっか、はい、あ、そうなんですね。確かにね。アキラさんが集めたユニフォーム等々と、はい、トリコロールギャラクシーをやる現地の子供50人っていうこの、はい、謎の団体がいたら確かにびっくりするかも。試合後に合流して写真も撮ったりしたんですけど。あ、いいですね、いいですね。またその中から6試合目、ちょっと時間遅いんであれですけど、来てくれる子がいたら嬉しいなと、ね、現地時間でも遅いですもんね。鳥の持って帰ってくれた子もいるんで。いたいた。気に入っていただけた。ほう、あ、今マキコスさんからツイッターの方いただいてるんですけど、ベトナムサッカー情報つぶえてるアカウントの BN フットボールさんが、あ、はいはいはい、ゼライが最終節のチケット1万2000枚無料配布して大行列だったっていうのをつぶやいて、あ、なんかそうです、そうです、聞いてます。あ、そうなんですね。親戚は大丈夫か、親戚は大丈夫なのかな。大丈夫ですか、大丈夫な気がする、ね、だよね。そう思う、なんかどうなんだろうな。チケットに関してはそういうテンションだっていうのをなんとなく察してるけど、まあ、これから現地最後の1試合だけ行く人ももしかしたらいるかもしれないからね。そうそこら辺はちょっとチケット確保のは皆さん協力してあげていただけたらと思います。はい、はい、まあなんとかなると思いますよ。そんな感じみたいですね。あ、そうですね、ぜひ柳木さんが事前に、はい、そこチェックしていただけるってことで。まさかのね、ありがとうございます。はい、いかがですか、大丈夫ですか、なんか言い残したことないですか、ベトナム組は。あ、確かに、あ、そう、そう、ダフヤの姿勢が変わったらしいですね。え、嘘。初戦の時はマジで結構ガンガン来てたんですけど。そうですよね。もう試合を減るにつれて、あ、こいつら買わねえなっていうのがちょっと。あ、バレてる。トリコロールバレてる。あ、ちょっと数減ってるし、ね、ましたね、うん。それよりなんか飲み物売る方にシフトした。そう、飲み物屋さん多い。たくましい。そう、中にも飲み物屋さんあるの。いや、それはバイミー売りに来るわな。うん。もう何でもありっすよ、マジで。船木さん、密輸したって言ってましたね。はい、壊してないんで。あ、いけるやつ。あ、船木さん、お腹弱いとおっしゃってます。美味しくはない。しくはないけど、お腹には弱い。美味しくないんかい。驚きのない。驚きのない。あー、なるほど。素材の味を生かして。あー。現実素材の味を。素材の味を生かした。はい。パクチーダメなんですか。あ、まあそうですね、パクチー確かに多いですね。パクチー抜いてくれって言ったら抜いてくれたり。あ、抜いてくれるんだ。通じないと思う。通じないか。はい、じゃあそんな感じで、そろそろいいですか、はい、今日はまた次一応月曜日、はい、そうですね、全試合終わった後に、はい、ね、うん、予定しておりますね、はい、はい、今日はまあ、声掛けというか告知もさせていただいたんですけど、多分、はい、おそらく初めて聞いていただける方が 7,8 名いらっしゃっていて、大変嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ついてる方ですね、お久しぶり、はい、まだ入ったばっかりですよっていう、まあ、そうそうそう、けど、うん、いっぱい聞いていただいてすごい嬉しいです。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。いや、そうですね、また次節も多分また ACL のこの総括みたいな感じになる回かなとは思うんですけど、はい、はい、じゃあということで本日フットリコ107回目でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、感想もベトナム組への質問も合わせてハッシュタグフットリコでお待ちしております。はい、今回もね、いつもと一緒でポッドキャストと YouTube の方にはアーカイブが出ますので、はい、ぜひぜひね、あきらくんと三谷くんが出たところだけでもいいので、ぜひ皆さんに教えてあげてここはね、これから先の ACL ライフ、はい、マリノサポーターの ACL ライフに非常に有益なので、ぜひ。ただね、ACL に試合見に行ったっていう経験だけじゃないんだよっていう面白さとかね、伝わると思いますので、はい、ぜひ、はい、普通の旅行とはまたちょっと違うからね。はい、あとあれですね、ベトナム現地での、まあ、マリサポの動き方というかマリノス関連の情報は、うん、ハッシュタグマリサポベトナム遠征で、はい、そう、マリサポベトナム遠征、随時展開しておりますので、はい、そちらもぜひ、現地からの情報も、
現地に向けてもそちらで情報交換してますので、リアルタイムで見るとね、はい、結構たくさん情報飛び込んできてますので、そちらも合わせて見ていただいたら楽しいんじゃないかなと思います。はい、ぜひぜひ。はい、はい、ということで本日ふとりっ子以上になります。はい、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、それでは皆さんまた月曜日お会いしましょう。さようなら。次は空港からになると思います。おやすみなさい。